鍛錬に行くぞ、バタイ。強大な敵に打ち勝つため、己を磨くのだ。まあまあ、落ち着いてよ、赤。頑張りすぎは良くないよ。ほら、今日のところは酒でも飲もう。肩の力を抜いて、パーッとやろうよ。バタイ、暇を持て余しているようだな。ふ <laughs> 身構えるな。鍛錬の誘いではない。 酒でも組み交わそうかと思ったのだえ意外なお誘いでも嬉しいよパッとやろうなんか最近の和歌ちょっと頼もしいね角が取れて落ち着いた感じがするよお前がそばにいてくれるおかげだバタイこの先も頼む俺の手綱はお前しか握れん その手綱、任されたよヒャッホーイ錦の馬のおとおりだ一度は道をたがえた宝徳殿と、またこうして同じ道を歩めようとは馬長殿、義に下ったそれがしを、責めぬのか責めるものか再び同志になれたのだ清涼にいた頃のように、力を合わせ戦おう 馬長殿はそれがしを許されたならば曹操殿とも同志になれようか曹操は一族の仇だ許すことはできぬただが今は他に優先すべきことがあるそうか今だけで構わぬ馬長殿と共に歩めること気液に存ずる 死の道を何よりも重んじる宝徳殿のことだ。曹操への忠説を曲げぬことは分かっている。いずれまた道を耕えることになろう。その時は、正々堂々戦おう宝徳殿心得た。それがしも全力でお相手しよう。うっしゃー馬長の鎧は見事じゃ金馬長とはよく言ったもの 各秀吉殿の兜も目を引くなわしゃ派手でケーキ右衛門が好きなんさ馬長とは趣味が合いそうじゃ馬長この兜には威嚇の意味もあるんさ敵が逃げりゃ殺さんで済む血も見んで済む将らしからぬことを敵を討たねば真の勝利などないおほ馬長は真面目じゃのう じゃが、千を見ん勝利は本当に無しかのう。秀吉殿が以前言われた、血を見ぬ勝利。あれから俺なりに考えてみたのだが、早々のことを思うと、頭に血が上り、まともに考えられん。あはは、バチョは本当に真面目じゃな。よし、わしも知恵出すで、二人で考えようや。 さまざまにゆがんだこの世界果たしてこの世に正義は見いだせるのか馬長殿正義とは世に存在するのではないそこに生きる人の心に宿るのだそうか俺の胸に熱く燃える義の炎これが消えぬ限り正義はここにある義を貫くのは簡単なことではない人は皆 にに目がくらみ、不義に流される。ならばそれを正すのが我らの使命熱き疑心を持つ者のそうだ馬上殿人々の義のともし火を消さぬため共に戦おう以前世には不義がはびこっている我らが義を叫ぼうとも届きはしないのか泣き言とは金継ぐ殿らしくもない 熱き誓いを忘れ不義になり下がったかすまぬ馬長殿の言葉で目が覚めたさあ行こう義を成すために